ということで、3打数勝負、3打席勝負です。で、1安打あったら、鵜久森さんの勝ち。3打席抑えれたら高岸の勝ちという勝負になりますけども、どう高岸、実際打席見て。いや、大きいよ。さっきより大きく感じる。さっきよりダイバーシティのガンダム。あれはめちゃくちゃでかいけど、それぐらいの大きさ感じる。感じるよ。まあ、でも俺もこの距離で これぐらいの大きさのバッター見たことないから、すごいですけど、どうする小森さんは高岸。いや、高岸もでかいっすよ。結構プロのピッチャーみたいな感じ。あ、本当ですか。鵜久森さん、意気込みを。そうですね、後輩なんで絶対打ちたいです。高岸は意気込みは。はい、鵜久森さんのポテンシャルを最大限に引き出せるよ、ベスト尽くします。まあね、高岸はそれ引き出せるぐらい頑張んなきゃいけないから。うん。ということで、じゃあ行きましょう。まず1打席目の勝負です。行きます。プレイ。ボールかな、ボール。球速くない。あ、どうした今の。いや、球速い。速かったです。速い。でもな、速い球結構見てきてるじゃない。いや、もう時間経ってるから。なるほど。高岸どう、投げてみて。いや、どこでも打ち返しに来そうな気配がある。どこ投げたい、分かんない。もうね、迫力すごいね。行きましょう、2球目。すいません。じゃ、せっかくだからさ、もう2打席、もともと3打席勝負だったじゃん。お願いしてやらせてもらおうよ。はい、鵜久森さん、お願いします。どういう頼み方なの。お願いします。ありがたいね。はい、じゃあもう一打席お願いします。謎の頼み方をちょっと見ましたけど。行きましょう。じゃあ2打席目の勝負、プレイ。さっきよりいいボール。もう大丈夫、マシ。はい、見えないね。ワンボールツーストライク。どう、次の球の意気込みが。鵜久森さんの成長のためにも三振狙いに行きます。お、鵜久森さん、それを受けて。いや、三振はしたくないですね。さすがに。はい、じゃあよろしくお願いします。ワンボールツーストライク。すごいスイング。ファルボー。スリーボール、ツーストライク。最終打席お願いします。お願いします。プレイ。ストライク。ノーボールワンストライク。
ぞ。すごい詰まってた今。